タリタリは、PA ワークス制作による日本のオリジナルテレビアニメ。2012年7月から9月まで、全13話にて放送された。PA ワークスによるオリジナルアニメーション作品。トゥルーティアーズ、花咲くイロに続く、青春ものの、第3作と位置づけられており、花咲くイロのスタッフが数多く携わっている。江ノ島及び、江ノ電沿線地域を舞台にしており、 制作に際しては、湘南藤沢フィルムコミッション、江ノ島電鉄、藤沢市といった公的機関や地元企業など、江ノ島地区の各方面から協力を受けている。舞台の地元放送局である TBK で最速放送された。プロモーションの一環として、2012年8月3日から同年8月31日まで、江ノ島たりたり、スタンプラリーが、 江ノ島全域にわたって開催され、同時に、島内複数の協力店舗において限定グッズ、クリアファイル3種セットと、金沢ゆーユーサイダー、ゆず乙女が販売された。また、この限定グッズ購入特典のキャラクターポストカードも配布された。白浜坂高校の声楽部に所属する宮本雷花は、ピアノ担当の上野緑の譜面まくりを担当していた。 前々から歌を歌いたいと希望していた、ライカの思いを察した緑は、古問である教頭に一度行ってみたらとライカに問いかける。しかし、ライカは教頭から去年の発表会での失敗を指摘された上に、音楽の才能はないから諦めなさいと断られたことに憤き通り、声楽部を退部して新たに合唱部を作ることを決意する。ライカは、 親友の起きた沢と弟の誠を誘い、元音楽家だった、酒井はそうも誘うが、母親の高いによるトラウマにより歌から遠ざかっていた、和荘には入部を断られる。シャバネは、ライカの望みを叶えたい思いから、和荘を自宅に招き、合唱部を作るのに、名前だけ貸してほしいと頼み込むことで、数奏でから一時の承諾を得た。和荘がピアノを弾けることを知ったライカは、 ケーキをおごる代わりに練習を手伝ってほしいと頼み、発表会への参加を果たした。しかし、発表会が終わると誠をはじめが勝負の部員たちは、相次いで退部していき、残り部員が3名になったことで共闘から、廃部の宣告を受けてしまう。同じように、バドミントン部の廃部を宣告されていた田中大地とウィーンは、互いの入部をかけて、バドミントンで勝負するが、 ライカたちに敗れて、合唱部への入部を余儀なくされる。しかし、大地のバドミントンに対する熱意を察したライカは、合唱部とバドミントン部を統合した、合唱時々バドミントン部を設立する。隠して、5人の部員たちの物語が始まった。橋本監督によると、部員の5人は全員主人公。声楽部多数の生徒を抱え、共頭指導の下で実績を残してきた。 教頭が同校在学時には合唱部として存在しており、時点は不明ながら、その後、声楽部と故障変更された。物語開始時に合唱部は存在していない。生徒会生徒会メンバーは4人まで確認できるが、登場する範囲では、誠以外は全員女性である。美術部その他劇中に登場するウィーンの好きな日本の特撮戦隊ヒーロー。本作は花、花作。 色派の流れを組むオリジナルアニメとして P.A. ワークスにより制作された。企画は2011年初頭に P.A. ワークスのプロデューサーである堀川健二がプロデュース会社インフィニット代表取締役長谷隆之に合唱をメインにした作品をやりたいと提案したことから始まった。合唱をテーマにした理由は堀川が好きだからだという。その後、長谷がスタッフを集め、 ポニーキャニオンやランティスなどとともに制作委員会が結成された。監督、シリーズ構成は、PA ワークスがアニメーション制作を担当した、レイトン教授と永遠の歌姫の橋本昭和で、本作がテレビシリーズ初監督となる。キャラクター原案は、秋バズトリップのタヌーで、アニメのキャラクター原案は、本作が初となる。その他、キャラクターデザイン。 創作画監督の関口かなあじや音楽の浜口史郎など花色のスタッフが数多く携わっている。メインキャラクターの声優は声優の自然な演技とキャラクターとの相性、歌唱力を重視して選ばれた。音楽は花色と同じく浜口史郎が担当。制作開始は通常のアニメよりも早く放送の1年前から打ち合わせが行われた。 花色の曲は、浜口の作品の中ではかなり音数が少ないが、橋本監督から、花色より、音の色彩を豊かにしたいという要望があり、花色よりも少し楽器数が増えている。本作は、合唱がテーマのため挿入歌も多く制作され、ほとんどの曲を浜口が作曲した。メインテーマとなるのは、心の旋律、アミーゴ、アミーゴ、ラディアントメロディーの3曲で、 いずれも同じメロディーが含まれている。デモ音源の段階では、ボーカルとして、ボーカロイドが使用された。挿入歌は、通常のレコーディング以外に、アフレコ現場で収録することもあり、特にアドリブを求められることが多かったウィーに役の花、コーナツキは、第5話と第12話で作曲も手掛けた。 音楽 A&R を担当するランティスの吉江、明生は男性合唱団である明治大学グリークラブの出身であり、合唱経験者として作中の練習風景などについてアドバイスしている。また、同サークルの後輩であり、東京都合唱連盟事務局次長を務める三吉、総平からの紹介により、全日本合唱コンクール全国大会で金賞の 常連校となっている幕張総合高等学校、合唱部が合唱演奏として参加することとなった。第1話の冒頭で歌われる、リフレクティアは、ソプラノでしゃばらない、テナーは、メゾフォルテという教頭の指導に対応するため、ソプラノが強めの演出をしている。メインテーマ A 心の旋律は、ソプラノあると、男性の賛成による、混声三部合唱曲で、 普通の J-POP のように A メロ B メロ C メロで構成される。作詞を担当したリアはアニメを見ていない人にも共感してもらえるように半分はアニメの内容に縛られずに自由に書いたという。第6話では、酒井はそうが、ソプラの宮本来歌と沖田沢があると田中大地トウィーンが男性を担当した。2013年7月6日に、 第68回東京都合唱祭にて、三好の呼びかけで集まった男女169人のグループ、白浜坂高校合唱同公会により、同曲が歌われ、7月10日には合唱用の楽譜も発売された。また、中学校の合唱祭などでも歌われているという。アニマックスでは2012年7月より、ノンスクランブル放送を行う新作アニメ、無料放送枠が新設され、 本作と、アルカナファミリア、ラストーリアデラアルカナフォミリアマイナスがその枠で放送される第一弾作品となった。2012年9月5日から発売。BD の初回生産限定仕様として、第1巻には9月30日に行われたイベントの抽選応募券が封入、第2巻にはキャラクターゲンアンタヌー描き下ろし全6巻、収納ボックスが同梱された。 さらに BD の映像特典として、第5巻には、白浜坂高校感謝祭その1、合唱コーナー編、第6巻には、白浜坂高校感謝祭その2、トーク&、ソングコーナー編が収録された。BD ボックスの追加映像特典として OVA、曇ったり輝いたりまたいつか歌ったり、を収録。たりたり、ラジオゆったりまったり放課後実施は、 2012年6月22日から、夫泉と、響きラジオステーションで毎週金曜日更新で配信されていたラジオ番組。パーソナリティは、高垣綾日、瀬戸まさみ、早見沙織。2012年9月28日更新分で、スタジオ収録は最終回となったが、10月19日配信分では9月30日に行われた公開録音が、 10月26日配信分では、合唱時々バドミントン部5人でお届けする、スペシャル最終回が配信された。漫画版が、月刊ガンガンジョーカーにおいて、2012年6月号から11月号まで連載された。作画は、カギゾラと宮城、構成はなお村等。たりたり芽吹いたり照らしたりやっぱり、時々歌ったりが、電子書籍レベル PA ブックスにおいて、 2018年8月1日から毎月1話ずつ1日15日頃に配信されていたが同年12月25日の第5話以降と抱いていたが2020年3月25日に最終巻が発売された。全7話。著者は橋本翔は、イラストはタヌー。物語は10年後を舞台にしている。ありがとうございます。